はい、こんにちは、レトスノノです。今回なんですけども、ちゃんと理解学習ができているのかというところを確認していただくための動画を作りました。で、私自身たくさん動画アップしてるんですけども、その中で理解学習が重要だよ、理解学習をしないと宅建試験合格するの難しいよっていうのを何度も伝えていると思います。で、実際理解学習ができていると思っていてできていない方非常に多いです。自分が理解学習できていると思っていたとしても実際に理解学習ができていなかったら合格って難しいじゃないですか。なので今回の動画ではその理解学習があなた自身できているかどうかを確認するための動画だと考えていただければと思います。内容的には難しくありません。今からお伝えをする具体例、この中で X さんは宅建業の免許が必要なのかどうなのか、これを考えてみてください。どういった具体例かというと、まあ、A さん B さん C さん、まあ、これ個人だと考えてください。国とか都道府県とか市町村とか、まあ、そうじゃないよってことですね。こっちの公乙丙も同じです。個人だと考えてください。で、 X さんは A さんが所有する土地、まあ、これ建物でもどちらでもいいです。 B さんが所有する土地、 C さんが所有する土地、これを買ってこれらを公さん、乙さん、丙さんに貸しますと、まあ、こういった事例です。つまり AX 間、BX 間、CX 間では売買契約を締結する。で、 X と公、 X と乙、 X と丙は賃貸借契約を締結すると、まあ、いった事例です。で、今回3人しか書いてないんですけども、もっとたくさんいると仮定してください。つまり不特定多数のものから、不動産、土地とか建物を買ってそれを不特定多数のものに貸すんだといった事例です。この場合 X さんは宅建業の免許は必要でしょうか、不要でしょうかという質問内容です。で、これ勘で答えても意味がないんですね。つまりおそらくこれ免許いるんじゃないかなとか、おそらく免許不要じゃないかな、これではダメなんですよ。ちゃんとこうこうこういう理由だから免許がいるんだ、こうこうこういう理由だから免許はいらないんだ、この理由までちゃんと頭に入っていなかったら理解できているとは言えないんですね。正解するだけだったら難しくないんですよ。おそらく免許いるだろうなとか、おそらく免許いらないだろうな、これで、あ、正解した、やったってね思うかもしれないけども、そうじゃないんですよ。それではダメなんですよ。ちゃんと理由まで頭に入っていなかったら理解学習ができているとは言えないんですね。まあ、もちろんこの問題だけであなた自身が理解学習ができているとは言えません。その他にも理解すべきところたくさんあります。でも、まあ、これが理解できていなかったってなってくると、おそらく他の部分も理解できていないので、まあ、一つ参考になる問題じゃないのかなと思います。この問題自体は非常に簡単な内容なんですね。応用問題でも何でもありません。基本的な考え方に基づいたら普通に答え導ける内容なので全然応用問題ではないです。で、この土地は宅地と考えてください。で、答えはこれ X さん免許が必要です。じゃあなぜ免許が必要なのかというと、免許が必要な場合っていうのは宅地建物に関して不特定多数のものと取引をする場合、この場合免許が必要なんですね。じゃあ X さんを見たときに、 X さんは今回宅地を不特定多数のものから購入してますよね。まず宅地に関して不特定多数のものと取引をしているかを考えるんですけども、初めの2つ、宅地について不特定多数のものから、この2つ満たしてるじゃないですか。で、3つ目、取引、購入する行為が取引に当たるかというと、これ取引に当たりますよね。だから X さんは免許が必要なんだっていう話です。もちろんこっちについては不特定多数のものと賃貸借契約をするわけだから、貸す行為は取引には当たりません。なのでこちらだけであれば免許はいらないんですけども、今回こっちたくさんの人と売買契約を締結しているわけだから X さんは免許必要ですよっていう話です。で、なぜかわからないんですけども、買い主だったら免許不要って思っている方いるんですね。で、それは大きな間違いなんですよ。買い主だから免許不要というわけではありませんので注意をしておきましょう。あくまでも宅地建物について不特定多数のものと取引をするのであれば免許が必要なので、ここをしっかり押さえて答えを導くようにしていただければと思います。で、今開講している短期集中実力アップ講座はこういった理解すべきところをしっかり押さえていく、だから短期間で実力を上げることができる講座になっているわけです。こういった理解すべき内容が解説に書いてあるので、あなた自身は短期集中実力アップ講座の教材を進めていくだけで理解学習ができて、
で実力を上げていただくことが可能です。実際この講座使っていただいて、たった3ヶ月で一発合格した方もいます。法律知識ゼロです。中卒の方で、まあ、中卒だけれども中学校でちゃんと勉強していない方だったんですね。なので分数計算とかもできなかったけれども、やり方を間違えずに理解すべきところを理解していただくことによって1回で合格しました。その他にも4ヶ月で合格していく方たくさんいらっしゃいます。もしあなた自身が理解学習できていないな、今年確実に合格するっていうのは難しいなって思っているのであれば、ぜひ短期講座ご検討いただければと思います。今からでも間に合いますので、今年絶対合格したいっていう方はぜひ短期講座ご検討いただければと思います。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。